母の日も近いですし、お母さんに感謝を述べるっていうこともしたいなと思ってたんだけど。もしもし、まあ、母の日も近いんですけど、ちょっと前に、まあ、いわゆるさ、オレオレ詐欺みたいな電話がね、かかってきたみたいなんですよ。かかってきたことある？いや、うちは聞いたことないな。まあ、その時は、まあ、大丈夫だったみたいなんですけど、事後報告で俺は聞いたんだけど。あ、マジか。まあ、それ本当にかかってきたらしくて。まあ、一応なんかそういうことがあったからこそさ、うちの親は、まあ、あったからこそ、まあ、気をつけるじゃん、今後は。うん、でも、ないわけでしょ。うん、まだ。だから、それあれって結構、これがある家にしかかってこないらしい。そんな調べてんの？いや、もう、データが飛び回ってるらしいよ。貯蓄いくら以上の家庭は、うん、データがもう、もらわれちゃってる。うちにはたぶんないんじゃん。いや、そんな貧しい家ではないでしょ、別に。いやいや、まだ俺俺関係の人たちからのデータには、まあ、上ってきてないと。リストに上がってない。リスト上がってない。いや、上がりたいの。逆にだからさ、かかってきてないってことは、うん、俺危ないと思うんだよね。ああ。もう本当にかかってきた時に、確かに。やばいよ。うん。免疫がないわけだ。うん。うちはさ、一回経験してるから、うん、警戒できると、うん、もしかしたらこれまたあれなんじゃないかと思えることができるけど、そうだね、まさか、まさにバディが今言ってるようにさ、あれはお金持ちだからうちはないんじゃないかなって思っちゃってるわけじゃん。そうだね。お母さんとかもうちにはかかってこないでしょ。確かに俺詐欺あるけど、うちにはかかってこないだろうって思ってる可能性が高いと思うんですよ。なんとかの山って言いますよね、それね。ちょっとわかんないですけど。何にかけてみようかな、ちょっと。そう、だから、もう今日さ、母の家近くて、せっかく電話するっていうことで、まあ、ちょうどそういうこともあったんで、あかけてもらって。うん。これ、ちょっと賛否両論あると思うんだけど、まあ、バディじゃないふりして電話して、理由つけてさ、俺、俺詐欺してもらって。あ今からちょっと、弁護士さんに取り入ってもらったっていう。うん。バディのお母さんは、俺、俺詐欺引っかかってしまうのかというね。いいじゃないの。まあ、まあね、予防になるからね。まあ、だ相当予防というか、うん、まあ、注意喚起というか、ね、そうだね。まあ、その疑似体験というか、うん、そういういい意味でね、そうなればいいんじゃないのかと。オーケーオーケー。まあ、それの延長で、母の日の感謝を伝えましょう。なんか、だいぶギャップあるけど。まあ、それはやっぱり、もう GAP はもうみんな大好きだからね。え、うん、あ、ギャップね。あ、ギャップ。はい。ギャップ。はい。いいじゃん。はい。じゃあ、回していきますか。よし、行こう。はい、もうすぐしちゃおう。マジで、ガチだけどね。ちょっと、スピーカーにするよ、そりゃ、うん。そこまで頭弱くない。演技力、大丈夫？いや、もう、大丈夫し。大丈夫。もう、いや、もう、ぶつけ本番。ガチアドリブだけど、大丈夫。家電にしたの。家電じゃないと。これで、携帯にかけてもね。俺だけの、ああ。いや、だから、それは。いや、だから、非通知かけるしかない。うん。家電？家電です。緊張しますね。緊張するよ。緊張感伝わってきちゃってね、今。オリオリ作業する YouTuber、それやばいから。普通に考えて。ガチやばいよ。じゃあ、携帯にて、非通知してみようか。そうだね。まあ、とりあえず、俺俺って言ってもらって、バディじゃないふりして、うん、声も変えてもらってね。喋、うん、り方も変えてもらって、うん、ちょっとどんな感じですか、例えば。俺だけどさ、どんどん血が遠くなってな。めっちゃ、どんどん緊張しちゃうよ、これ考えれば考えれば。もしもーし。俺俺俺俺俺。俺だけどさ。何よ。何なのね。いや、仕事でさ、事故っちゃってさ。ねえ、なんかやばいやつでさ。やだな。そう。お前にも言ったの？いや、なんかやばい人でさ、なんかお金言われちゃってて。なんだよ。ある今。あるわけねえじゃん。会社に連絡しないよ。いや、それだとやばいんだよ。いくら欲しいって言うのよ。とりあえず、今50は下ろせてさ。何そんなにやっちゃうの？いや、どこでやったの？いや、結構山の方入っちゃって。じゃあこっちから連絡するか。ああ、
じゃあちょっと連絡先ちょっと押さえてまたちょっと、うん、連絡するわ。分かった、はい。ねえ、怖いんだけど、もうちょっと、ちょっと心痛くなるね、これ。痛くなるんだけど、これちょっともう。ちょっともう、てかもうバレてるし、まあバレてるっていうのも変だけど。疑いないし、なしでね、してるじゃん。全く疑いない、ね。ネタ話しましょう、これはね。ちょっと。ちょっと心痛かったわ。なんちょっともう、これ、炎上のやつだよね。おかん、おかん、おかん、おとうに言っちゃった？言っちゃったよ。違うよ、これあれなんのよ。YouTube のドッキリをやろうと思ってさ。ごめーよ。いや、非通知だったでしょ？そう。だから非通知でこれオレオレ詐欺に親が引っかかんないかっていうのを今試したんだよ。騙されちゃうじゃん、それじゃ。だから名を名乗れっつったじゃん。だからそれでも騙されてたじゃん。これ俺じゃなかったらどうすんのよ。だからそうでしょ。だから俺は心配でやったんだから。あ、わかった、ありがとう。だから。ちょっと顔見せな。夕方でもいいから。わかった。あれさ、あと、もうすぐ母の日だから感謝の日をさ、感謝のことを伝えたくてさ。ね、そういう、まあ、ちょっと今日は感謝でいいか。そう、だから、一言言わしてよ。何を？いや、イケメンに産んでくれてよかったよ。なんで？うん、イケメンに産んでくれてありがとう。だけどイケメンだね、あなたつったの？おい、なんだよ、そこは乗んないのかよ。いや、もうありがとう。もう恥ずかしいから切るよ。じゃあ何でもないからね。事故ってないから大丈夫だよ。来るの？いや、行くよ、夕方じゃあ行くよ。じゃあね、はい。何もしたくなくてっていいんだもんね、怒られたからね。うん、いいよ、大丈夫ですよ。はーい。じゃあね、悪いね。はい。面白い親子トークになっちゃってる。もう嫌な汗かいたよ、もう。お母さん強いね、結構。いや強くね。いや、でも、そう、確かに全然、結構口荒い口なんだ。口悪いんですよ。なんか、バディが、嫌な汗かいたよ。バディがこんな柔らかいの、結構なんか強めなお母さん。いや、ちょっと、本当にちょっと、心痛かったな。なんか、ね、マジでさ。どういう感じになったんだろうっていうか、なんか。なんか、息遣いがやべ、ハーハーしちゃってたじゃん。やばい、もう動揺しちゃってたじゃん。もう本当に事故ると思う。もう踏み込んでたら言えなかったでしょ。言えないよ、もうとりあえず。だけど、これでさ、知らない番号からかけたら引っかかっちゃうんだよ。まあね。まあだから、でも確かに名を直れとは言ってたよ、お母さん。言ってたけど、まあでも、踏み込めっつって。だから、まあ、振り込む、また別なんじゃない、そこは。いや、わかんないよ。そんなにねえよ、言ってたけどね。ねえんだ、うちには勝ってこねえんだよ、これ。データ言ってんだから、ね。悪いやつに。もう、やだよ。いやー、まあでも、でもまあ、最終さ、感謝を伝えられたわけじゃないですか。はい、俺、一言でさ、もう、決めるの得意だからさ。一言で決めれたでしょ。あんまり受けてなかったですね。あんまりお母さんに受けてなかったですけど。いや、すぐ親父に相談しちゃったじゃんよ、もう。やめてよー。いやー、ちょっと申し訳ないことしたかな。いや、でも面白かったよ。よかったよ、よかったよ。素の表示、やらせじゃないからね。いや、ほんとそうよ。やらせじゃないの分かったでしょ、いや、ほんとそうよ。いやー、よかった。でも、これ親切でやってるからね、親にね。まあ、注意喚起ですから。そうそうそう、ほんとに。勘違いしないでください。面白おかしくやった。実際、本当に、一回こういうふうに、なんていうの、ガチでやらないと、本当、それこそやらさでやったところでさ、何の注意加減にもならんから。そうそうそう。本当にドキドキさせてね。ボケ防止ですよ。確かに。いやー、でも結構効いたね。A 選手、真顔になってたもんね。いや、なんかちょっとどういうふうにしていいのか分かんなかった、本当に。なんか、何やってんのよみたいな。なんかもうバディがさ、もう振り込んでって言う前に切ろうとしてたから、まあでもそうなるよなと思って。まあ言えないよなと思った。でもいい切り方じゃん。もうやばいからさ。まあそうだね。これでマジで知らない番号からかけて、マジで50万。額減っちゃったしね、最初に。めっちゃ遊びさ。ビビっちゃってさ。ビビって減らしたの。じゃあほら、50万だって引き出せるから、うん、ATM でさ。ああ、なるほどね。っていうガチなやつもやってみたんだけど、視聴者伝わったかな。マジブルっちゃったよでも向いてないんじゃない俺詐欺やらんわツッコミに入っちゃったよ今
いつもボケるのにツッコミに入っちゃったわ。向いてないね。いや、もしもし君にはなれないですよ。なれないね。やめてね、オレオレ詐欺する人たち。やめてね。こんなに悲しんで親ってこういうリアクションするんだからね、ほんとに。やめなさい、怖い人たち。本当にもう。その言うことが心に響くオレオレ詐欺の人は絶対にいないから。そうか。あ、ね、みんなもう本当に、別にこんなドッキリをするかしないか別としても、親にはね、いつどういう電話かかってるかわかんないっていうのはありますから、ほんとに。うちも最近かかったぐらいなんで。今日はそんな感じで、はい、ありがとうございました。